ペンギンアレクサンドラです。皆さんこんにちは。今日は一人で動画を撮っていくんだけど、前回そのブラスが一人で動画を撮って夏が嫌いっていうことで汗対策としてのグッズを紹介してたけど、自分も今回ね同じように対策法を紹介していこうかなと思ってて、理由としては昔彼氏がいた時におばさんが持ってきたデオドラントを使ってたせいで私が脇がだって思われてて、脇がじゃないんだけど結局はデオドラントのせいだったっていうので、まあ、問題は解決したんだけど、それ以来ね結構もう自分がなんか匂いしてるんじゃないかとか恐怖感がすごい出てきて、そっからもういっそ絶対匂いしたくないっていうのであらゆるグッズを使ったりして、もう絶対に匂わないようにしようっていう風にやって、今日はもう今まで自分が使って効果のあるものをみんなにお見せできればいいなっていう風に思ってます。今日はね徹底的にもう上からつま先まで全ての商品を紹介していきたいと思うから、頭の方から紹介していきたいと思います。頭皮の汗ベタつきって今結構、気になる人が多いと思うんですよね。ラボドライシャンプーです。これすっごい種類があって、私は前はフラミンゴのやつ使ってたんだけど、なんかちょっとココナッツっぽい匂いするの。何がいいかっていうと粒子がすごい細かいから頭に吹きかけてもなんか白くならないので、私はなんか昔ちょっとドライシャンプーいいねっていうのでちょっと使ってみようかなっていう、結構いろいろ試したことがあって、普通に売ってるやつを買って使った時に振りかけたの。そしたら友達と会いに行ったら「あさんどうしたのそれ」なんかすごい汚いよみたいな、白くなってるよって言われて拭き見て何えっと思って鏡見たら、かけたところ白くなってて、もう恥ずかしくて恥ずかしくて、しかも取れないのよ。なんかもうでもこうしてそう取ったんだけど、これはね白くならないからすごいおすすめで、匂いもすごくいいし結構強力すごいこれめちゃめちゃおすすめで、ドライシャンプーの中でもこれがダントツも一番本当にマジでいい次はこちらのニベアのデオプロテクトです。最近棚に並ぶようになった商品なんだけど、私昔ねタイランドに遊びに行った時に、タイランドってすごいのスーパーとか、ね、デオドラント系がもうありえないぐらい数が並ぶんだけど、その時になんか買った商品にすごい似てて、香りがめちゃめちゃいいの。すごいなんかジューシージューティーな感じの匂いするんだけど、これは3種類あって、青バージョンとピンクとオレンジっぽいやつで、私はオレンジの匂いが好きなんだけど、しかもニベアっていうのですごいなんか信用性が高い商品だから、体中どこでもかけられちゃうっていうか、汗っぽい感じの匂いを防いでくれて、さらにいい香りも残してくれるっていう商品で、一般的にこれがいいなっていうふうに思ってます。やっぱ夏だとすごい、日本の夏ってすごいなんかもわっとしてる感じだから、香水を使うとつけすぎみたいになっちゃったりするから、こういうアップスとかもすごい種類があるから、匂いのでこれもなんか全身にかけたりだとか脇にかけたりだとかっていうのできるから、男性用っていう風にCM ではやってるけど、私は女性でも使えるかなっていう風に思ってる。すごい甘い感じのなんか南国系の匂いがする、すごいフェミニンな匂いもあったりするから、気分良くなれると思う。はい、次汗わきパッドこれもなんか4種類あるんだけど、色々とか黒色とかなんかベージュとか、あとはちょっと匂いがついてるものだとか、どうしてもその汗がこうついてしまったりすると変色してしまったりすることもあるじゃない。例えば私はそんなに匂いきつくないんですっていくら言ってもさ、色ってなんかついちゃったりするから、例えば色ついてほしくないとか、汗かいてしまってここが濡れているの見られたくないっていう人のためにこれすごいおすすめ。すごいね安心感が半端ない。これって商品としてはこういう風にこう入ってて、40枚入ってる20組こういう風になってて、それを中に入れて買って、で言ったらなんだろう、ナプキンみたいなものちょっとナプキンに入れてるかも。私はこれを使っててすごいサラサラだし、自分もね貼っててなんかちょっと剥がれそうとかなんか変な感じだなっていう感覚はなかったし、抗菌で汗の匂いを防ぐっていうのもあるしで、瞬時に汗をね吸ってくれるから、本当にこれはなんかおすすめです。はい、続きましてはデオドラントパウダーこれはね、デオナチュレっていうブランドの商品なんだけど、なんかね、いっぱい商品がある。私はおっぱいないんだけど、多分ね、おっぱいとか大きい人とかだと、蒸れたりして、おっぱいの下、汗をかいてしまって、汗がこう流れる感覚ってあったりすると思うんだけど、こう、パウダーになってて、めちゃめちゃサラサラになるし、これもその匂いってその特にないんだけど、これもベタベタを防いでくれたりとか、汗があんまりこう出ないようにっていうので、パウダーとしてすごいなんかおすすめ。私はなんかこれを使ってるんだけど、クリスタルストーン。小さいし、使いやすいし、こういう風に石になってるの。匂いも全然何もないんだけど、これね、私も最初、初めて見た時にこれどうやって使うんだと思って、そのままなんか塗ろうとしてたんだけど、濡らして使うの。あー、そういうこと？これは濡らして使います。濡らしてください。水で一回濡らした後にこう塗るようにしてください。これはね、ちょっと信じられないかもしんないけど、指圧バンドっていうのがあるんだけど、これはね、塗るものでもなんか貼るものでもなんでもないんだけど、中にバンドが入ってて、この裏にね、ボツボツがついてるの。聞いたことあるかもしれないけど、例えば汗を止めるツボがあるとか、ツボを押したぐらいで汗止まるわけないでしょっていうふうに思う人が多いと思うのね。でも実際に効果はあって、こことかにもそのツボがあるんだけど、こう押すと顔の汗が止まったりとかなんかするらしいのね。でもさ、その汗かいてくる時にさ、こうやって押すわけにもいかないやんか、その電車の中とかやったらね。なんかね、舞妓さんとかが使うらしい。これは舞妓さんって顔とかを真っ白にこう塗ったりしてさ、一番汗かきたくないと思うのね、それ用に使う人がいるみたいで、ここのボツボツの部分が指圧と同じ、そのなんていうの、ツボを押してくれるような効果がある。常にツボを押されてるような状態だから、汗がね出なくなるの。こう胸のちょっと上の部分に貼る。で、まあサイズもあるんだけど、 XS サイズとか S サイズとかいろいろあるんだけど、こういうふうに普通にパッて貼ると、ここにねツボが押されるような状態になってる。もちろん100% 絶対に汗かきませんとは言わないけど、効果はあります。サイズを自分の測って、自分に合ったようなサイズを買ってぜひ利用してみてほしい。薬品を使いたくないとか、私は自然派だとか、あんまり塗りたくもないとかっていう人はこれをちょっと使ってみてもいいかもしれないな。次はこちらです。 BH ケア。これはね、もう10年以上使ってます。デリケートゾーン用の、ソープなんだけど、これフィリピン製なんだけど、これなんか日本版もあるんだけど、いろいろ種類があって、しかも大きいし、ボトルが。なかなか減らないのよ。匂いもめちゃめちゃいい。石鹸のいい香りが残る感じ。自分に合ったような商品を見つけたらいいけど、私はこれもうずっと10年以上使ってて、何も問題とかトラブルになったことないし、匂いも防いでくれるし、低刺激だし、匂いもいいし、でかいし、コスパがいいなと思っておすすめしたい商品です。続きまして、こちらのクロロフィル。これちょっと切らしてて、持ってきてないんだけど、サプリメントです。で、これはね、もう全体的に匂いが気になる人。もう全部の匂い消したい。もう頭皮の匂いも消したいし、もう脇の匂いも消したいし、うんちの匂いも消したいし。うんちの匂いもそう。この主に消化器官系から発生する嫌な匂いを抑えるサポートのできる安全な体内脱臭サプリメントですっていう風に書いてる。これも結構おすすめ。もういろんなとこにこう小分けにして使うのが嫌だっていう時には、もうこれを飲んだら口臭とかもなんか抑えてくれるような効果があるし、これ本当におすすめ。次はね、ラビリンっていうクリームがあるんだけど、家族の人ですごいなんか匂いに悩んでる人がいて、もういっぱい使ってんだけど、お風呂も入ってんだけど、本当にどうしたらいいかわかんないっていう時にその買ったものなのね。ラビリンっていうのも効果がすごい強いんだけど、アルコールとかアルミニウムが入ってない商品。匂いは本当に取ってくれるし、長期的な効果が期待できるような商品になってる。刺激とかがその気になるような人にとっては安心して使えるんじゃないかなって思います。最後、これもね、これもデオナチュレなんだけど、デオナチュレの足指サラサラクリーム。これはね、匂いマジでなくなる。もう本当にこんな感じのね、なんか白いものなんだけど、最初に塗るとき、こってりしてる感じだ、ベタベタしそうと思って、ちょっと塗ると、めっちゃサラサラなの、これ。指の間とか、まあ裏でもいいんだけど、優しくこう塗ってあげると、すごいサラサラで、匂いも本当にこれ防いでくれるから、もうマジで本当に私の一押しって感じ。実際に全部今日持ってきたやつとかは自分が使用したことのあるような商品だし、自分で実験済みです。特に使用してね、何かこう嫌な感じがあったとかかゆみがあったっていうのは自分はないけど、これ全ての人に起こらないっていうわけではないから、ちゃんとその自分がアレルギーがないかとかなんかいろいろ調べて安全に使ってください。もうこれからね、ますます暑くなってくると思うから、これでね完璧にもう匂わない、汗をかかないっていう感じで今回の夏を乗り越えていきましょう。